スタートしましまたさあ先行争い、外からマラード・ザ・レコードがまず前の位置、連れて上がっていったアドマイアム敵が2番手から前に並びます。そして内からは 梅松桜が出ていきましたさあダートへと入って、梅松桜、わずかに先頭です。とっこでるうちが2番手の位置。そして外からはアドマイアム敵がわずかに3番手。そして内からはキーネットワークがコ位の一角に取り付いて。この県内、外面15番のマラーズアレコードつけました。あとは下がりました。10番のヒップポップスワンです。その後ですが、スーッとグンが開きました。4番の激ンが続いております。そしてその外にいるのが14番のラレータ。あとは下がりました。間をつくように1番のサンライズカラマが追走して3コーナーカーブ。あとはキングライオンが 左右内ゼッケン5番のモズ・フレミントンですさらにその後方ですがゼッケン2番のエスプリゾーンが追走でこれをかわしていくカムカムそしてその直後につけましたのがゼッケン2番のエスプリゾーンがいてそしてその間をつくようにムチが入った9番の山のひまわりあとは下がりました3番のアイファーショコラが続いておりますそしてその後ですがかなり置かれました7番のナイン・オクロックは最後方まで下がっています第4コーナーからさあ直線コースへ向かったところで今度はマラード・ザ・レコードが先頭に立ちますマラード・ザ・レコードが先頭に立ちます外からラレー 並んでいきますが間からヒップポップスワンヒップポップスワン残り200を通過して今度は先頭に立ちましたマラード・ザ・レコードそして外をつきましたグイグイとさあラレータラレータ続いて,て外をつきました12番のカムカムも位置を上げていきました先頭はゼッケン10番のヒップポップスワンヒップポップスワンで五輪2着争いは接戦でしたカムカムそして14番のラレータそして最内をつきました4番の激輪もこの争いに加わっております